でもな東方新しい k p o p ファンあんまり東方神起のこと知らない方に説明すると東方神起ってえぐいぐらい日本で活動しててんの。アイズワンとか TWICE とかそのレベルじゃないです。そのレベルじゃないぐらいもう韓国をもうそれこそ捨てて日本ゴリゴリでやっててんの。 それぐらい日本市場を作りに行くっていうこの覚悟が必要やったわけですよ。今はもう日本市場があるからさ、こっち来てとかで行けるけど、もうこっちに宿舎を持って、こっちでゴリッゴリでやりに行くでっていうレベルで、それはもうーにしてもさやな、ーはど,どちらかと,いうとこっち人気が強かったんだけど、やるよって感じでほんまに日本のアイドルですかってぐらいやってたんですね。でもその時に、じゃあ韓国のファンはどうしてたか。これカシオペアっていうでしょビギソってまた違うんですね、ファンダム名が。これまた特殊ですよね。で、基本的にカシオペアはもう 日本に売りりまくりすぎていなくなっちゃったんですよ、まあ、いなくなくってるもんすごいあんだけ韓国で国民的に人気やったのに日本にもう拠点置いてやってたからなうちらカシオペアなめてんなっていうえってなったけどもなったけども最終的には韓国で戻ってママやったからちょっと忘れたんですよ大正取った でその時にいろいろこっち日本あってファンも離れてしまったけどでもいろんな曲折がありながら韓国のファンも支えてくれて大賞が取れた時に「カシオペアサラハンダ」みたいなことを言った名シーンが多分あったと思うんですよ曲調もだいぶ昔の話なんで覚えてないんですけどそこで日本でこれだけがねやって日本の k p o p 史上を作ったそれをでもなお応援してくれたカシオペアがこうやって大きな賞を東方神起に与えてくれたそこで東方神起は涙ながらに感謝をカシオペアに伝えるけ ここの名シーン、YouTube にあるから。見てほしいねんなぁ。これが、今の K-POP グループは、もう畑があるんですよ。いわゆるヒカキンさんが頑張って作った畑を、いろんなグループがね、あの、やってるみたいなもんで、まあわざ、ま、東方神起やな。その次ビッグバンって感じだったけど、が作ってくれた。まそこの、これを、命がけって、ほんまに。どっちもじゃ無理やってん、東方神起は。韓国を捨ててまでじゃないと無理やってん、日本市場を作るっていうのは。 そこのドラマがまたあんねんねな。でその次に少女時代が来んじ。で、もちろんカラーがおんねんねでカラーはこれを言うといろんな説があるんですけどカラーはすごい人気あったイメージあるよ東京ドームやってんねんな誰がきっかけで売れたと思うカラーが売れたきっかけ劇団ひとりさんなんですよ劇団ひとりさんは昔から k p o p 特にヨジャが好きでで劇団ひとりさんが何かの番組かなんかでカラって っってていうグループがあってすごい可愛くてみたいなんでなんか韓国に行ったかなんか忘れたけどでそれの発言から芸人さんで広まってもそうやけどカラっていうのが可愛いみたいなんでバッてメディアが取り扱い出してでそれと同時に少女時代はもうカラは韓国ですまだそこまでやったんですけど少女時代はもう天下取ってたんですぐにねで天下取った少女時代もカラの話題になったところからバンってきていきなり有明殺し屋もやったかなバンってやったんですけどオタクがえぐかったんですよ。 で、大衆受けのカラ、オタク受けの組織みたいな感じなんですけど、から始まったんですよ。だから東方新規の妹部みたいなんで、こっちで来て。で、カラと一緒にやって。で、ビッグワンもその後と同じくらいに来て。流れがあったら、その流れもまた一つ面白いんやね。懐かしいよな。そ、その時が全盛期なんですよ。そのメディアがな。まあ、特にフジテレビがとか言われてましたけど。で、えっ、ー、と、高岡壮介さん。<laughs> 宮崎葵さんの元旦那な。パッチギの高岡壮介さんが叩くわけですよ。おい、フジテレビと。 反流ばっかや、どないやねん、ということを釘刺すわけです。それ疑問を持ってる人も多かったから。で、高岡壮介さんが叩いて、高岡壮介さんがこの第二次 K-POP ブームをに幕を閉じさせるっていう。<laughs> 一気にメディアからシャットダウンされるっていう事件が起きたわけです。で、高岡壮介さん、高岡壮介さんでメディアから干されるんです。めちゃくちゃ人気やったから。クローズゼロとかで見て、バンめちゃくちゃ人気やったかやのに、もう全くメディアから干される。と同時に K-POP も干される。で、どうなったか。 新大久保潰れかけるっていう今じゃないろんなこう似合ってるけどもうやっていけませんって新大久保のグッズショップの人らがみんなら廃れたんやからそれでそこに風を吹かしたんがエクソや k p o p 暗黒期に入ってちょっとしたらエクソが売れてでエクソのおかげで新大久保がまた入るわけですどう,どうなったか一面エクソあのメイン通りで新大久保が復活するんですよこういう物語があるんです 面白いな。k p o p のこの歴史面白いな。だからエクソは本当にヒーローなんですよ。マジで。誰もいなかったからもう。で、その大前世紀を迎えたエクソに、まずライバル的存在になったのが BTS じゃないんですよ。TWICE なんですよ。エクソが音楽番組出て誰もかなわんと。もう無双状態だったんですね。誰もかなわないんですね。それぐらい大衆もそうやけどオタクもエグかったんですよ。で、そこに TWICE が来たとき、エクソ L、エリが焦ったタイミング、いつかチェンベク氏です。 エクソが大前世紀迎えてる時に3人のユニットが出たんですよ。シューミン、チェン、別居。もう最強なんですね、これ。特に別居も最強なんです。この3人出て、で、TWICE がすごい、シャーシャーシャーでフィーバーしたんですよ。シャーシャーシャーでフィーバーして、で、次の多分ね、PT で多分スタジオ出演じゃなくて、どっかにいて、リポートみたいな感じで出演してて、で、チェン・ベク氏は、もろにスタジオ出演だったんですよ。 で、その時にガチンコやったんですけど、まあ、間違いなくエクソエリもそうやし、K-POP ファンも、エクソのユニットであっても、エクソには勝てないやろって思ってて、チェンベクシーも、まあ、取れるかなっていう感じだったら知らないですけど、で、エリもいけるやろと思ってたら、スタジオにいない中継してる TWICE が1位取ったんですよ。そっから異変が起き始めたんです。待てと。エクソに勝てないグループが出てきたんかというのが、おそらく2016年です。エリも Twitter で衝撃。うそやろと。TWICE やばいなと。で、そっから TWICE。 がまあ、エクソがちょっとずつ、まあ、人気やねんけど人気やけどバコンっていうこの勢いから平行線上になっていく何が起きたかもうここすでに中国人メンバーほぼいないんですよ抜けてるんですよで中国人メンバーいなくなってからバコンとはいな,いかなくなるからもうこ,うこうなってそこで TWICE がこう来たなってで TWICE の無双が始まります TWICE ね誰も勝てませんっていう期間が結構長いことあった中でようやく BTS がな回か1位取ったんですよあれバンタンやばいなって っってていうのがあってバーって来てる途中に、まあ、SNS ですよね。バコンってバズり出して、で、こう平行線上のエクソで、こう来てる BTS。正直、かぶってる期間はそこまで長くないです。このバチバチやり合ってた期間そこまで長くない。っていうのも、クソは平行線上やから、こう来てる BTS とこう重なり合う時間ってそこまで長くないんですよ。だからここの時間、まあ暑いな。おそらく BTS がファイヤーの時期やな。エクソがいつや、ラブシャー、ラブシャーの前か。どこらいかちょ忘れたけど、こう来て、掛け声合戦が始まります合同コンサートで。どっちが鳥なんていう。 でも結局、なんでかわからんけど、まあ企業的な力だもう BTS の方が確実に人気やと。やけど、やっぱり年末の歌謡祭とかに関しては、エクソが取りやれん。なんでエクソが取りやれんとかで、アーミーが切れて、で、エリも切れて、でもこの子のやれん。が結構1年ぐらい、1、2年ぐらい続で,で、も、ま、う、あ、BTS がもう一挙な。 で、おそらくファイヤーからスティーヌぐらいですかね。アメリカでバーンだバーゴーンって来てからこう、そっから、まあ無双したかなっていう。で、ボーイウィズラブで、まあもうこれ天井やなって言われてたんですよ。BTS も行ききったなと。無理やろ。もうこれじゃないやろ。って言われてたら、コロナ禍になってしまって、で、ああもうエンタメ、K-POP 終わっちゃったなと思ったら、BTS がダイナマイト振り切って、カーンって行くっていう事件が起きるで。でも、BTS がカーンって行ったと同時に、もう一組カーンって行ったんですよ。わかるな ブラッククピンクです2018年から19年あたりにかけてブラックピンクが BTS の成長とともにコーンっていくわけですよ。中国人気が出てきてブラックピンクのアルバムが売れ出してで音源は昔からレベちゃったんですよ。これはなぜかというとブラックピンクやからじゃないですよ。YG が音源レベちゃったんですよ。YG は音源レベちゃんですね。で、そこのガールズグループでまあブラックピンクはまあ大衆に向けてたけど。で、海外にも、まあ、も,もう一段階上に行ったっていう。